自信心を持って行うところの心身収容連磨の道であって、周辺に処して直ちにこれを応じて我が身を守る東方で、その他方身体により強靭な心身を伝説するはもちろん、一元に自己を究明する不自由の道であることは、さっきの座禅に匹敵し、日本武道の根本である諸生の愛道である。居合道の諸祖は、慶禄年間の人、奥州最上家の神、林関仁之源重信公にして、その流名を仁崎無双流道となる。下って享保の頃、当時空前の名士として聞こえし、政党第7代、これは主税、池広信公が古来の道に独創の技を超え、流名を本日無双直伝栄心流と新たに今日に至る。以来、政党第19代総長まで300年にわたり、土佐の国の菊の流儀として伝承されていましたが、第19代総家福井晴政先生は深きご意志の突入、政党第20代総家を大阪の地に移すことを決意され、昭和25年4月16日、国の主催者、本日前において、阪神河野百連は、政党第20代総長を継承されました。居合道を今やっておりますが、仮想の敵を想定して真剣で今一生懸命演舞をしております。真剣です。新月方です。一と同じグループですけど。ほとんどの方がもちろん当たり前なんですけど、手元は見てないです。抜く時も収めれないです。ないです。敵を見るとそうですね。だからこの感覚だけで収めてます。ごめん。ヒュンって落としますよね。ヒュンって振り落とす音がしてる時があるんですけど、あれは刀に両方に溝が掘ってあって、で、まっすぐ触れていると音がするんです。で、まっすぐ触れてないと音がしません。ってことは、音がしたっていうことはまっすぐ触れてる、ただ切れてるっていうことですね。で、いくら力づけ振っても彫りのない刀は音が絶対しません。どんな大音が振っても しないです。そういう形になってます。こちらの先生方が講談者の方です。
神経です。これ水が入ってるんですけど、水のことを火と言うんですけど、火が入ってない方は音がしないですけど、まあ、真剣基本的に火が入ってないんですけど、はい、時代劇の方が見ると分かりますけど、つるーんとのクラブがあってですね、あの方だと思ってくださ真剣に。でもやっぱり年齢になってると重いので、火を入れて軽くするっていうのが、日本目ただいま演舞をご覧いただいておりますのは、武装直伝遠心流の居合道でございます。これはまあ武道の中でも最も古い歴史がある、414年にわたる長い歴史を我々は繋いでおるわけでございます。右手を動かすと、いつもどこなのか分かるので、意見の先生方の多くの手を左から入れる、鞘から入れる。神経でいわゆる、神経と違うところはそこなんですけど、まあ、もちろん神経を使うというのと、それからあくまで、居合は、受け身の技でございます。相手がかかってくるのにいかに対応するかっていう技でございます。そちらから攻撃に向かって、できれば抜かぬこと済むという、抜かなくても争わなくても物事が解決するよう鍛錬をして自分を磨く、言ってみれば実に日本武道の平和主義、これが象徴されているような居合道というものが現在残っておって、私たちはこれ貴重な文化財、伝統文化を担っておる。こういった自負を持っております。仮想敵に向かって対応している技でございますので、ご覧いただけた通り、あくまで向こうがかかってきたというのを見定めながら、刀を抜きかけるわけでございます。本来なら、そして、日本武道は特にですね、礼式を重んじるということがございます。他のどこの世界でもですね、武器に対して礼をするような国家はありません。神霊日本刀に対して礼を尽くす、あるいはこれによって人を殺傷することがあるかもしれない、身を守る、そして国を守る、これの象徴したものが日本刀であるかと思います。日本刀を鍛える刀匠たちは、